船木正和です。今回もメルマガ読者さんから寄せられた、質問に対してのお答えをしてみたいと思います。筋トレは体重を増やし太ってからするものなのかという質問ですね。筋肉をつけたいのですが、友達に太ってからトレーニングしろと言われます。本当に太ってからトレーニングをした方がいいのでしょうかという質問に対してですね、まずこの、筋トレは体重を増やして太ってからトレーニングした方がいいっていうか、それはちょっと自分は、これはちょっと言い方が間違ってるのか、もしくはその、間違って聞いたのかのちょっとその微妙な違いだと思うんですけども、筋肉をつけるためにはまずその太ってからその、筋肉をつけるときですね、筋肉をつけるときにまず大体その、通常、ボディービルの選手とかですねはまずその筋肉をつけるためにまず大量のそのタンパク質、脂肪、炭水化物ですね、やっぱり食べ物を大量に食べますので、それでそのまず最初に筋肉を、増やすために、たくさん食べます。たくさん食べてすごい強い刺激を筋肉に入れて、でどん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 その、代謝ですね、その食べたものを筋肉に変えるという作業をしてから、である程度一回その大きく筋肉でそのまず太るという脂肪ありの筋肉ですね、脂肪をついたままのその筋肉でその体を大きくするという形になしてから、それからそのダイエットですね、食事制限をして、で、有酸素運動ですね、食事制限と有酸素運動で運動をしてその脂肪を落として、最終的にそのコンテスト用のその引き締まった大きいんですけども、引き締まった脂肪の少ない体にするんですけども、おそらくそのやり方のような答えをしているこの人ですね、答えをした人がそこのやり方の答えをもしかしたらこの人に言ってこういう質問になったような気がします。なのでその太ってからトレーニングというよりもは、筋肉をつけるときはある程度太らないと、筋肉もつかないよっていうふうに多分言いたいんだと思うんですけども、これは、そうですね、やっぱり筋肉をつけるときは実際その自分も、筋肉大きくするときは、食事をまず変えますね。食事を変えて、いつものその、2倍ぐらいですか、2倍ぐらいの量、タンパク質、炭水化物はいつもの2倍ぐらい取ります。それである程度そのウエイトもオーバーしますね、一番動ける、体重よりもちょっと 2,3 キロ大きくなります。脂肪も ついてる分も大きくなるんですけども、それである程度そうですね、重い重量も扱えるようになって、筋肉も大きくなって体も大きくなったなと思ってきたら、今度は食事の内容を変えて、炭水化物、脂肪といったそのエネルギーですね、エネルギーを少しずつ落としていって、あとはその有酸素運動、走ったりウォーキングしたりとか、エアロバイクですね、漕いだりとかして、でどん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 その脂肪を落として、ある程度大きな筋肉のまんま、脂肪のない体にするんですけども、おそらくそういうことを言いたいのではないかなという、感じを受け取ります。なので、筋トレは体重を増やし太ってからするものなのかというその質問はちょっと違うような気がしますね。筋肉をつけるためにはある程度その太らなければいけないっていう答えになると思います。なのでその太ってからトレーニングをした方がいいのではなくて、筋肉をつけるためにはある程度その食事で太らなければいけない、でその食事だけをその、大き、たくさん食べて太るだけだとやっぱりその脂肪の方が多くなりますの でその時にやらなければいけないのはやっぱりその重い重量ですね。重い重量ウエイトトレーニングで重い重量を扱って、筋肉をその肥大させる、作業をするということですね。これが一番重要だと思います。なので、筋肉をつけたいときはある程度その脂肪が ついてもいいぐらいの、カロリーを取ります。それで、
筋肉に強い刺激、重いウエイトトレーニング、重いバーベルダンベルとかマシンを使って、重い重量を使って、重いその重量で筋肉に刺激を与える。それで食べたものを筋肉にその変換するという作業が必要だと思います。ちょっと難しく、なんかこうこんがらがってなんかあんまりそのうまくまとめられなかったんですけども、筋肉をつけるときはある程度太らなければいけない。それで、重い重量を使って筋肉に刺激を与えなければいけないという答えでよろしいでしょうか。以上、今回は、筋トレは体重を増やし太ってからするものなのかについての答えを、しました。ご視聴ありがとうございました。